ございます。今日はとりあえずまだね、ウォーキングです。すいません、足の疲労がね、そんなには溜まってないけどね。今日は3キロのランニングじゃなくてウォーキングでした。と早歩きは心がけて歩いてみましたけど、下から少しずつジョグ始めようかなと思います。ございます。今日はちょっと走ってみました。6キロぐらいかな。全然ねちょっとペースはやっぱり上がらなかったけど、筋肉痛みたいなとか筋疲労はだいぶ収まったかなという感じがするので、まあ上出来でしょうもうね、てかね、寒くてもうガチガチ冷たい。さて準備します。こんばんは。さっき比叡山、今週土曜日の比叡山国際トレイルランニングの大会の、中止のお知らせが来ました。ショックです。なんかまあ雪の予報だったので、まあ、ちょっと危険な感じではあったんですけどね。なのでもうちょっとショックすぎて、どうしようみたいな。もうね、そのためにお酒も控えてたし、ね、コンディション整えてたんですけど、お酒を買って帰ります。今日はもうお家で飲みましょう。はい、そんな気分でございますではショックだからね。ちょっと仕上げたかったからっていうのもあるし、まあ願掛けっていうのもあるし、だからまあちょっとお酒やめようとか思って本当に飲まなかったんだよね。それを思ってこう比叡山に備えてたんですけど、なんか中止って聞いて、ぽっかりというか、なんかもう気が抜けた気が抜けた次どうしよう。なんかこれがなくなって次のレースの予定が割とこうしばらくちょっとなくって、